皆さん、こんにちは。ファイテンユーケのマリス・カリアンと申します。30歳のフランス人です、えーまあ。すみません、今日はフランス人ばっかりですけれども。2009年の1月からロンドンに住んでいます。よろしくお願いします。今日は会社における文化によっての時間に対する概念、 そういうテーマについて発表したいと思います。で、現在のビジネス世界では、時間の最,最重要なことの一つですけれども、実は時間に対する価値、考え方は世界共通ではないということに気づきました。私は日本 フランス、イギリスで働いた中で、日本の時間に対する考え方がなぜこんなにもう厳しいのかと疑問を感じていました。で、今日はその答えを、答えを、実例を挙げながら、グローバル化が進む現在、そのような,そのような違いによって、 発生しかねない問題、誤解される方法を考えていきたいと思います。で時間の勧告、えー、を国際的に比較した場合、えーまあ、日本は世界一遅刻に厳しいとよく言われていますね。で1年間、えー、日本に住みましたが、 仕事や人との待ち合わせには時間通りにちゃんと行きますし学校でもその5分行動を教えられて子どもの頃から遅刻が続くと間違い,い間違いなく先生から強いお叱りを受けてしまうようですね。でその 分かりやすい例は鉄道の定時です。日本では新幹線が定時、えー、に遅れるというのは1分以上の基準があるほど、えー、厳しいことにびっくりしました。で、海外では、まあ、まずそれはあ,のありえないことですね。 で他の国では1分なんて遅れたうちにい、えー、りません <laughs> 例えばフランスのヨロスターロッパの場合で定時に遅れると、えー、は15分さすがのフランス人ですね <laughs> 15分以上を意味して、えー、一般的に、まあ、イギリスであの、まあ、多分 10分以上くらいだと思います。で、ヨーロッパではそれで,それでもあのお客さんはホームを、あの新聞を広げてイライラ全くしませんね、はい。で、仕事の現場でも同じことが言えると思います。自分の体験を例に 挙げますと日本で半年間、えー、日本の企業で働いた経験がありますがその時間への厳しさを実感しました日本では何よりも始まる時間は大切ですでその時間、えー、すみません一般的に フランスとイギリス企業の場合、出社の時間は9時なら、ギリギリ出社するか、ちょっと遅れてくるのは、全然珍しくありませんね。で、その代わりに、ご存知の通りに、日本では早めに、早めにも出社するという 常識がある会社が少なくありません。でまた働いた企業の経験なんですけれども体操が毎日必ず8時23分にスタートしましたね。で同じように8時30分になるベルが鳴ってからちゃんとあの朝礼。 えー、が始ま始まりましたで同じように会議でも、えー、その時間減収できちんと始まりますね。でこれについてあの一つの例を挙げると、えー、ロンドンに位置している、えー、に 日系企業で働く,働くあの友達の話なんですけれどもあ,のある日彼はミーティングの予定があってで残念ながら、まあ、5分間ぐらいあの遅れてきましたねで実は、えーまあ、相手も実は5分間ぐらい遅れてきましたのにその友達のマネージャーは、えー 始末書を書いて <laughs> とあの言われたみたいですね。で確かにそのミーティングの時間を守るのは、えーまあ、大事、えー、ですしまあ反省するべき、えー、なもの分かるわかるのですが、えー、とその始末書を書く時間は時間の無駄についてはいいだろうか。 あのとあの、まあ、正直思ってしまいましたね。でもしもしかしたらその始末書を書くことによって、まあ、時間を無駄にしてしまった始末書を書かなければならないかもしれませんですね。で,ではなぜ日本人は時間に対して えー、厳しい概念を持っているのでしょうか。欧米社会が個人主義なのに対し、日本は集団主義、えー、社会ですね。で一人の、えー、手柄のみんなの手柄のようにのような、えー、と性質がありますで。そのチームワーク をよくする集団の一つとして、えー、開始、時間を揃えるがあるのではないかと考えます。でこの協調し、協力し合う性質を持った日本において、えー、開始、時間、減収は重要なことのだと思います。ところで、 では一緒に日本人と外国人が働いている環境においてどうやってこの時間に対する考え方のギャップを縮められるかについてお話しさせ,たいとさせていただきたいと思います。で個人的な意見ですけれども時間を守る ということは確かに、えー、とても大切だと思います。で、他国,ち他国チームにおいて、まず日本人ではないスタッフへ時間を守ることの大切さを、えー、理解してもらうことが必要だと思います。でしかしながら、同時に 同じ環境に働いている日本人のスタッフ、マネージャーはその時間について日本的の考え方がどこでも通用するわけではないという理解も必要だと思っております。で、ここでその時間現守の背景にある教育士 強調し合う性質に、えー、立ち返り、その現場のスタッフの意見を聞きながら、えー、もっと柔軟性のあるシステムを、えー、考,えてみ考えてみる必要、えー、があると思いますで。結論として、時間通りに会議に出席する、締め切り、その遅刻などの コンセプトは、まあ、そ,れぞれのそれぞれの文化に異なります。で効果的に文化を超えて働くためにはそれぞれの時間の概念への互いの理解が極めて大事だと思います。で簡単なことではないですけれどもそれを理解すると グローバル化が進む現在のビジネスの現場での問題の削減に大いに役に立つと思います。以上です。ごご清聴ありがとうございました。